石臼の歌。8月は田舎のお盆の月です。お盆にはお団子を作ったりうどんを売ったりするのが田舎の習わしです。小麦やお米を粉にしたり大豆をいってきな粉をこしらえたり、それをみんな自分の家でするのですから、8月に入るとあっちの家でもゴロゴロ、こっちの家でもゴロゴロと引き臼の歌が聞こえます。千恵子はこの引き臼の歌が大好きでした。大好きになる前は大嫌いだったのです。なぜかといえば、引き臼のゴロゴロという音はいかにも退屈で、すぐ眠たくなるからでした。この引き臼の役は、大抵おばあさんでしたが、小麦や生の大豆を引くときは、臼が重たいので、いつも千恵子はお手伝いをさせられました。おばあさんと向かい合って座って臼を回していますと、はじめのうちはゴロゴロと威勢のよい音を立てていたのが、次第にゴロンゴロンと聞こえ出し、やがてゴロリンゴロリンと聞こえてきました。そんな時千恵子は、もう眠くて眠くて仕方がなくなっているか、くたびれているかどちらかです。千恵子を退屈がらせまいとして、おばあさんは、いろんな昔話などをしてくれるのですが、そんな時に昔話はちっとも面白く思いません。それにおばあさんのお話は大抵千恵子の知っている話ばかりだからです。そんな話知ってるわ。生意気を言って千恵子はおばあさんを困らせました。おばあさんの話というのは、昔千恵子のひいおじいさんが若い衆だった時に、ちょんまげを切る掟が出て、初めてそれを切り落とした時のことだの、おばあさんがまだ花嫁さんだった時分には、山にイノシシがたくさん住んでいて、里に出てきては畑を荒らして困った話だの、ある時など、花嫁のおばあさんが張り物をしているそばを、漁師に追われたイノシシが突っ走って逃げた話だの、そういうのばかりでした。それは寒い時にこたつの中などで聞くと何度聞いても面白いのですが、引き臼を回している時にはちっとも面白く思えませんでした。千恵子がつまらなさそうな顔をしますと、おばあさんは千恵子の機嫌を取るかのようにニコニコしながら手に力を入れ、ほれ千恵子、引き臼が歌ってるよ。団子が欲しけりゃ臼回せ。団子が欲しけりゃ薄回せ。耳を澄ますと、今の先までゴロリンゴロリンと眠そうな音を立てていた薄が、本当におばあさんの言う通り、団子が欲しけりゃ薄回せと言っているように聞こえました。千恵子は思わず笑い出し、団子が欲しけりゃ薄回せ、団子が欲しけりゃ薄回せと、臼に合わせて歌ってみました。すると臼は次第に軽くなり、眠いのがどこかへ逃げてしまいました。千恵子はわざと言ってみました。団子なんか欲しくないから臼回さん。しかしそれではちっとも臼と調子が合いません。おばあさんは、そんなこと言ってもそりゃ嘘だ。千恵子の顔には書いてある。団子が欲しいぞ、臼回そ、と歌いながら臼を回しました。臼はまたその通り歌いました。おばあさんは言うのです。臼は
その時その時の人間の心持ちをそのまま歌い出すものだよ。さっきは千恵子を見て、眠たい眠たいと歌っていたけれど、おばあさんの方が眠くなかったから回っていたんだよ。もしも千恵子が一人で回していたら、今頃うすも千恵子と一緒に眠りほうけていることだろうよ。お盆が来るのと一緒に、千恵子にとってもう一つ嬉しいことがありました。それは、広島にいるいとこの水江が来ることです。毎年、お正月とお盆には、水江のうちの人たちは、二人か三人ずつで、ご先祖のお墓参りに来ていましたが、戦争のために、近年はめったに来ませんでした。しかし、戦争がだんだん激しくなるにつれ、町に住んでいる者は安心して子供を学校にあげてはいられなくなりました。それで水江も疎開してくることになったのです。水江のお父さんは千恵子のお父さんの弟ですから、おばあさんにとっては二人とも孫にあたるわけです。今年は広島が来るから、うんとお団子を食べさせてやろうではないか。町の子供は配給だけと言うからきっと喜ぶだろうよ。おばあさんがそう言うと、お母さんはお母さんで、そうですよ。お砂糖はないけれど飴を作ったり甘酒をこしらえたりしましょう。すると千恵子も負けずに、私はお砂糖の木を半分水江ちゃんにあげるわ。お砂糖の木は今年初めて裏の菜園の隅へ試みに作ったもので、これはみんな自分のものだと千恵子は一人で決めていました。お砂糖の木は葦のような葉っぱを青々と茂らせています。早く来ないかな、水江ちゃん。早く来ないとトウモロコシだって、売れすぎるわ。8月になったらすぐ出発するという知らせだったのに、今日はもう3日です。待ち遠しいから千恵子の足は毎日船の着く頃になると、港の桟橋の方へ一人でに歩き出しました。今日こそは来るに違いない。水江はどんなに大きくなっているだろう。3年生だからお隣の菊ちゃんくらいかな。私は妹のように可愛がってやる。そして毎日連れ立って学校へも行く。それから私の農園を少し分けてあげて、秋巻きから一緒に畑を作ろう。水江は町の子だからきっと畑作りは下手に違いない。私は去年の品評会で二等賞をもらったような白菜を水江と二人で作ろう。もしも私の畑に上等のができたら、水江ちゃんにあげよう。楽しい空想にふきりながら歩いていきました。汽船はもう港へ入ってきていて、甲板の上の人たちの話し声が聞こえました。みんなこちらを向いている船客の顔、それは午後の日を背に受けているので、はっきりとはわかりませんが、そのたくさんの顔の中から水江を見つけ出そうと思って、千恵子は西日に右手をかざしました。その時です。千恵ちゃんと船の方から呼びかけられ、千恵子は大きく、はいと返事はしたものの、いくら瞳を凝らしてもわかりません。しかし、その声は確かに広島のおばさんです。千恵子がくしゃくしゃと顔をしかめて両手をかざすと、今度は水江の声で、ここよ、千恵ちゃんと手をたたきました。やっとわかった水江は、もうはしごを桟橋の方へ渡っていました。黒っぽい島の上着に、
細かいかすりのもんぺ、かすりの防空頭巾を肩にかけ、小さなカバン一つを下げて水へは降りてきました。その後ろにおばさんが続きました。いらっしゃい、私おとといから毎日お迎えに来てたのよ。三人は並んで歩きました。千恵子より三つも年下なのに、水江は大方千恵子と同じくらいの性でした。千恵ちゃん、妹だと思って水江を見てやってくださいね。おばさんは歩きながら千恵子にそう言いました。そしてその後水江に、水江はもう千恵ちゃんって言わないのよ、お姉ちゃんって言うのよ。千恵子はなんだか恥ずかしくなってうつむきました。末っ子なのでまだ誰からもお姉さんと呼ばれたことのない千恵子は、今日から水江のお姉ちゃんになるのがとても恥ずかしかったのです。しかし本当はとても嬉しくて、急に大きくなったような気になりました。家へ帰り着くと、おばあさんもお母さんもおばさんを囲んで、いろいろお話が始まりました。千恵子はおばあさんの引いていた石臼のそばに座り、一人で回してみました。すると臼は、お姉さんだよお姉さんだよと歌いました。お団子を作る粉はずいぶんたくさん引けました。ついでに八体粉も引いて、おばあさんへお土産にすることになりました。いろんな粉を別々の袋に詰めていると、せっかくおばあさんがお引きになったのをそんなにいただいては申し訳ありませんから、おばさんが遠慮そうに言うのを聞くと、千恵子が言いました。おばさん大丈夫よ、粉は私たちもお手伝いして引きますから、今度は水江ちゃんにも手伝ってもらってうんと引きますわ、とても面白いんですよ。でもお疲れになりますよ。そしたら歌を歌うの、団子が欲しけりゃ臼回せって。そしたら臼がとても軽くなるの。みんな大笑いをいたしました。ことにおばさんはいつまでもおかしがって笑っていらっしゃいました。二晩泊まっておばさんはお盆を待たず広島へ帰りました。出発の日の夕方、千恵子と水江と三人でお墓参りをしました。丘の上の墓地に立って村の景色を眺めながら、おばさんは、本当にいつ見てもここはいい景色ね、こんなところで暮らせるなんて水江は幸せよ、私たちもゆくゆくはここに来てご先祖と一緒に眠ることになるのよ、本当にいいところね、と何度も繰り返しました。そして一つ一つのお墓へ挨拶をするように、お花やお水を備えました。このおばさんの言葉が四五日の後、千恵子たちの心に強く強くよみがえってこようなど、この時の千恵子たちにどうして考えられましょう。おばさんが広島のお家へ帰り着かれたのは8月6日の早朝のはずでした。おばさんはきっとお家へ帰り着くなり、お家の方たちのために朝のお食事の支度をなさったでしょう。そして疲れを忘れて、千恵子や水江たちのことをお話しなさったでしょう。それからお土産のお魚の干物や粉を広げて、石臼の歌のことも話して、またお笑いになったかもしれません。おじさんたちは田舎の話をどんなにか喜ばれながらお聞きになったことでしょう。千恵子たちはそんなふうに想像して、みんなでおばさんの噂をしました。
今頃お母さんはきっとパンを作ってると思うわ。だってお父さんはとてもパンが好きですもの。おい、一つパンを作ってくれよ。って言ったに違いないわ。水江は懐かしいお家を心いっぱいに思い浮かべているような眼差しをしていました。おい、一つパンを作ってくれよ。とお父さんの口ぶりを真似たのがおかしくて、みんなで笑いました。庭に縁台を持ち出して、そこで食べる朝の食事も、これが水江さんのよ、と決めてくれたお茶碗の梅の花の模様も、柿や栗の青葉の茂った庭の景色も、何もかも珍しくて、水江はもうウキウキしていました。もうすぐお盆が来る。お盆の朝は、まだ夜が明けないうちに起き出して、村中の人々が一番いい着物を着てお墓参りに行く話や、この日お寺では地獄極楽の絵を描いた宝物の六枚屏風が本堂に出されるので、みんなそれを見に行く話など、千恵子たちの話は水江にとって何一つ珍しくないものはありませんでした。水江がうちの人たちと別れて初めて田舎で迎えた8月6日の朝はこんなに楽しい朝だったのです。その時広島のうちが原爆で消し飛んでしまって、水江のお父さんもお母さんもどうなったかわからなくなってしまったなど、どうして考えられたでしょう。空のよく晴れた朝でした。水江たちと同じように、水江のお父さんやお母さんも、きっと何にも心配などしないで、晴れた朝を迎えたに違いありません。しかし、お父さんもお母さんも、今はもうどこを探してもいないのです。どうかすると、泣きそうになる水江を、千恵子たちは一生懸命慰めました。二人で仲良く勉強しましょうね。水江は黙ってうなずきました。もう明日はお盆の13日。お墓の掃除をしたり、お将来様をお迎えせねばなりません。しかし、おばあさんの引き臼は一向に動きませんでした。臼の前に座ったまま、言葉少なく考え込んでいるおばあさんのそばで、臼は黙って泣いているのでしょうか。おばあさん、私が弾くわ。千恵子はおばあさんを慰めるように優しく言って、臼のそばに座りました。そうかい。おばあさんはもう精も根も尽きての、力が出んのじゃ。千恵子は、臼の取っ手を握って回し始めました。向かい団子はお米の粉なので臼は重たいのです。ゴロゴロ始めると水江がそばへやってきて、お姉ちゃん、私もやるわ。とすぐに手をかけました。水江はまだ引き臼になれないけれど、それでも二人して回すと、臼は半分の重たさになります。二人の姿を見て、おばあさんはくすんと鼻をすすりました。千恵子はそれを見ぬふりで、ゴロゴロ臼を回し続けました。勉強せえ、勉強せえ、つらいことでも我慢して。臼が歌い始めました。千恵子も水江も、額にじっとり汗が出てきました。